カニーカニーフライングカニーフライングゲット。はい。じゃあ、いただきます。いただきます。どう食べればいいの？まずさ、これが一番食べやすいと思うの。もう、殻剥いてあるから。手で？うん。こういうこと？こう？うん。あ、でも、こう、後ろに殻ついてるから。わかるよ、それぐらい。それぐらいわかるだろう。これ、カニスね。え、どうやって食うんですか？だって、なんかさ、まあ、カニスプーンとかある人はいいけどさ。あ、いいんじゃん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 。いいんじゃん。もうそれペッてつけてさ、ペッてつってさ、ペッてつってさ。で、パクッつってさ。あ、美味しそう。どう？美味しい？美味しい。え、俺も食べよう。え、美味しいんだけど。ほんと？よかったね。うん。うわぁ。え、俺も。このお酢美味しい。うん。まちまりちゃん、ちょっと待ってよ。どう？うん。美味しいね。うん。うん。うまいうまい。うん。うん。うん。いや、美味しい。ちょっと待ってよ。どうしよう。どう食べ、いいかな。これ、焼いた方も食べてみよう。おい、へぇー。うん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 、あ、うん、美味しい。うんうん、味がね、なんかギュってなった。うん、どっちが好き？そのまま食べるのと焼いたやつ。なんか焼いた方が、うん、なんか味が濃くなってる気がする。そうだね、うん、俺も焼いた方がいいわ。うん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 、あの筋みたいなのから気をつけて。うん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 、私もうまっ。美味しい。いや、ほんとはさ、うん。お正月に食べる予定だったさ、うん。カニをもう今日食べてるっていうね。うんうんうん。フライングしちゃった。あ、だからフライングなんとかじゃ。ああ、我慢できなかった。ああ。うんうんうん。あ、美味しい。うん、まっ。うん。うん。うん。美味しいよね。美味しい。あ、うまい。うん、うん、うん、あーうまい。うん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 、あー美味しい。うん、まっ。うん、なあ、もうどうしたらいいの、もっち。やっぱここじゃないとダメなのね、あなたは。ここが天一なのね。うん、はい、いらっしゃいませ。もうあれでしょ、なんや、この動画が上がる時にはさ、うん、年明けちゃってるでしょ。開けてる開けてる。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。急に。今年もよろしくお願いします。お願いします。まだ実際はね、年明けてないけど。うんうん。ええー、美味しい。何？美味しいね。どうしたらいいのこれ。顔？また顔？うん。言うてカニカマと変わんねえだろぐらいで思ってたんだけどさ。ああ、全然違うよね。全然美味しいじゃん。だろ？うん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 。なんかもう、美味しい時ってさ、うん、何も喋んなくなるね。うん。うん、そう。特にカニね。カニね。黙々と食べちゃうからさ。そうそうそう。そう。わかるわかる。そうそう、そうなんだよ。そうなんだよ。動画向きじゃねえ、全然。マジで。失敗した。喋ろよ。美味しいものは美味しいからさ、うん。それ以上何もないのよね。わかる。うん。変に喋りすぎるとさ、うん、美味しくないのかなってちょっと思っちゃうよね。そうそうそう、嘘っぽくもなるしね。うんうんうん。なんとかの、玉手箱屋みたいなさ。まあ、それはまあ、それはもう、ネタじゃん。もう持ちネタだけど。うん、批判してないよ。批判してない、批判してない。いや、でもすごいよね。なんか、食レポがめちゃくちゃうまい人。うん。うんうんうん。やって。やだ。やってみて。やだ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 。カニで。やだ。練習積まないと。ね。うん。積む必要もねえけどな。どこで活かすんだよ。重要ないもん、ね。うん。もし、わかんないよ。もしかしたらさ、な。情報番組とか呼ばれるかも。バーカ。そんなことあるわけねえだろ。バーカって言われて。いや、もうあるわけないだろって。そうね。うん。でもなんか、呼ばれてみたいけどね。ヒルナンデスとか出たくない。ええー。無理よ。じゃあ5時に夢中は？ 5 時に夢中もな。強いな。ちょっと強い人たちだな、5時に夢中。アンミカとかは5時に夢中とか出てる？いや、あ、違うな、別の番組やってるよね。そうそうそう、カラフル。ああ、そうだ。そうそうそう。
すごいよね、あの番組のさ、うん、オープニングとか。あ、そう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 。あの知らない人はちょっと YouTube とかで、うん、見てみてほしいんだけど、アンミカさんが司会やってる、ええ、あの東京 MX の、うん、土曜昼間にやってんだけど、うん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 、最初なんかアンミカさんのうんちくというか、そういうのでスタートするんだけど、うんうんうん、もう、すごい。すごいよね。うん、あれ、翔ちゃん好きだもんね。うん、ハッピーラッキーだったらなんでや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 ドリームってやつ。うん。言わないよ。うん、言わないよ、もう。そんな。もう全然覚えられないんだけど、あれ。ハッピーラッキーラブプス。ハッピーラッキーラブ、ハッピーラッキーラブスマイルピースドリーム。ハッピーラッキー。ハッピーラッキー。うん。ラブ。ラブ。スマイル。スマイル。ピース。ピース。ドリーム。ドリーム。あって。うん。いいよね。うん、それ唱えてたらどうにかなるの？いや、そういうわけじゃないの。そういうわけじゃないんじゃない？考え方的な話？うんうんうん。まあ、基本ポジティブな考え方だからさ。うんうんうん。アンミカさんは。はいはいはい。でも、翔ちゃんから言われてたらさ、うんうん、それは違うっていうのがあるんでしょ？何が？言ったっけ？うん。そんなこと。なんだっけ？なんかネガティブな人は、ネガティブなりの考え方があるから、そのポジティブの押し売りをしないでほしいみたいな、前言ってなかった。ああ、ネガティブから生まれるものもあるってことね。あ、そう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 。だから、その芸術とか、うん、生き方とか、うん、逆転することもある。うんうんうん。とは思うから、いい作品が生まれたりとかね。そう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 。曲書いてる人なんて、ああ、そうよね。失恋の曲なんて、ネガティブじゃなきゃ書けないでしょ。うんうんうん、幸せな人がもう書けないじゃない。うん、ああいうのっていうのは。うん、やっぱだから、そういうネガティブな感情も芸術する人は必要だよなぁと思ってるけど、うんうん。うん。そうね。うんうんうん。ネガティブな考えがなかったらさ、うん、曲もさ、全部ハロプロみたいになっちゃうでしょ。あー、つんく？元気がいい。まあ。なんか前向きな。まあそれはそれで、うん。いいけどさ、うんうん。366日みたいなさ、曲はできないでしょ。そうだね。そうだね。適当に言って。うんうんうん。小説とかもね。うんうん。昔の文学の。うんうんうん。結構さ、すごい人生な人たちたくさんいるじゃん。芥川龍之介とかさ。はあ、はあ、いろんな人。見に行ったね、そういえば。資料館。あ、行ったね。ダザイオサムだね。あ、だ、間違った。ダザイオサム。いいよ、いいよ、いいよ。うん、うん。遠からずだから。うん。うん、芥川龍之介に憧れたのが太宰治だから。へー、そう、何でも知ってっから。でも何でも知ってないマジで。あの本当にだ誰がどこの出身地のあれとかもう何でも分かんないから。すごい尊敬します。芥川賞を取りたがってたのよ、ずっと。あ、太宰治が。そう。へー。でもなんかなかなかできなくて。あ、そうなんだね。芥川賞ってそんな昔からあるんだ。でも、とは言っても、多分、その芥川賞ができて、10年、20年、とかの、あれでしょ？の時の作家でしょ？多分。もっと若いかもしれない。もっとあれかもしれないけど。うん。うん、芥川賞と、なんだっけ、あと一つ。直木賞か。直木賞、はんはんはん。何が違う？賞が違うじゃん。ない？なんか、対象が違ったりするのかな？その、賞を受賞できる条件みたいな。ああ、でも、直木賞作家とかはよく聞くけど、芥川賞作家はあんま聞かないね。あ、そうなんだ。だからなんか多分違うんだろう。今、そもそも芥川賞ってあんの？ないのかな？あるんじゃないの？わかんないんで、それ調べてないな。うんうんうん。そっかそっか。何の話よ。マジで。誰も興味ねえだろ。カニのせいよ。どこに需要あったんだよ、今の話。マジで。マジで。少なくとも俺らの動画見てる人たち、誰もわかんないよ。いや、誰もわかんないっていうのは失礼だけど。ほんとよ。うん。失礼。わかるわ。うちらより、翔ちゃんより詳しい人まあまあいい。うん、ね。食べてよ。もちろん。食べる食べる。大丈夫よ。リカ下ろそう。の、降りる？リカ下ろしない。降りて。なんか、ほじるのがさ、結構大変よね、カニって。しゃぶったら。よし。何？だけしゃぶってんのか、お前は。あ、結局飲むんだ。うん。
何が？さっきまでさ、飲むのやめようかなっつって、カニ本来の味を楽しみたいから。そりゃそう、それはそうでしょ。もったいないもん。うんうん。でもさ、なんか前、うん、まあ、うん、お酒に合うおつまみの会をやった時にさ、はいはい、まず料理を頼んでからそれに合うお酒を飲もうみたいな話してたけどさ、そう結論はそうね。一回もしないよね。だってさ、絶対さ、飲み物はどうしますかから聞かれるんだもん。先にね。うん。先に飲み物、確かにね。うん。そしたらもうビールって言っちゃうよね。そうだね。そう。うん。できてない。いや、次の日とか問題一切なかったら何でも飲みたいよ。うん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 。でもやっぱ次の日とか考えると、うんうん。飲める種類限られる、マジで。あ、そうね。うん。うん、だってさ、翔ちゃん、日本酒、本当は飲みたいんだもんね。あ、本当は飲みたい。まあ、飲んでた時期もあるんだけど。うんうん。だから次の日のこと考えて。そうなんだよね。動きたくなくなるもんね。そうなんだよね。二日酔いとかだとね。そう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 。うん。うまっ。もうひよこ豆は買わないの？何が？もうひよこ豆は買わないの？え、買いたいよ。買うよ。最近買ってなくない？うん。買わなくてもいいかなって思ってる。だから別で代用品見つけたの？いや、そんなことない。なんかさ、なんで年末年始ってさ、うん、お金使っちゃうんだろうね。俺は別にそんな、なんかさ、無駄にさ、いろいろ買いたくならない？年末年始って。本当はない。本当はならない。本当はない。うん。え、じゃあ、なんで？ん？なんか、大盤振る舞いにならない？翔ちゃんも。大盤振る舞いじゃないけど、違うよ。普段よりかは、ちょっとなんか財布の紐が緩い気がする。え、違うよ。買わされてんのよ、こっちは。そうなの？うん。いやいやなの？ほんえ、じゃあ俺だけよ？うん。いや、世間はそうかもしれないね。うんうんうん。え、別に、質素な暮らしいけるよってんだよ。でもなんか、正月くらいっていうなんかさ。うん、だから、違うのよ。うん。そもそも。別に正月だろうが何だろうが別に俺にとっては全然、ただ季節が過ぎてるだけだから。何も、焦らないし。かっこいい。焦る必要ないし。なんか世間は、なんかその、年末だとこう、踊らされてるけど。踊られてるけど。俺は別に、あ、ほんと。ただ、一日一日を過ぎるのを待つだけだから。あ、ほんと？うん、何も気にしない。いやー、かっこいいね。すごい。ほんとですか？ほんとですよ。だから別に、あえて、なんかさ、毎年目標とかさ、うん、決める必要あんの？ああ。って思うの。うん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 。なんか別に、ただ毎日を生きればいいじゃん。うん。まあ年始だからって、年が明けたからって目標決めるんじゃなくて、うん、日々生活をしてる上で、常に目標は持っとけよっていうことね。まあまあ、そっち、そういう考え方もあるね。あ何が何が。いやいやいや。うんうん、いや、かっこいいね。なんかついついさ、季節とかに踊らされるじゃん。あとさ、なんか YouTube とかもそうなんだけどさ、うん、例えばさ、若い子の YouTube とかを見ると、うん、で、それでなんか誰かと対談とかしてると、うん、じゃあこれからの目標はとかっていう聞いてるのってよく見るじゃない？うん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 。ちょっと疲れない？見てて。しんどくなるのよ。そうなんだ。うん。で、もっと年齢重ねてる、例えばまあ40代、50代の人とかの対談とか見るとさ、うん、今楽しいことはみたいな話になるわけ。うんうん、目標は目標も語ってるあれもあるけど、うん、どっちかっていうと今を楽しんでる感じ。はい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 。なんで若い時はそういう目標を常に持っていかなきゃいけないのって思ってて。おー。だからそういうのもあって、その、おばちゃん番組を見る。あー。若い子は、元気だからすごくいいんだけど、あー。ちょっとしんどくない。わかる。あー、わからんでもないな、わかるな。うん。確かにね。そう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 。なんか結果は後からついてくるっていう感じになってくるよね。うん、なんか多分年を取ってくると。うん。要するに目標とかっていうか、うん、常に現状維持でちょっとずつ上がっていければいいと思ってるから、例えば、毎年さ、うん、ちょっとずつ給料上がっていけば、それはそれで成功っちゃ成功じゃん。まあまあまあ、そうね。
だもうそんぐらい、なんかゆるりと、ちょっとずつ、こんぐらいでやってってるずっと。うんうんうん。それがいい。あれかね、その目標を立てるっていうのはさ、なんかもうバーンって、上がりたい人とかさ、そういう人がやっぱそういう目標を掲げたりとかするのかな。でもガンって言ったら、まあ、ガーンって下がる？ここで終わる人もいるしね。ああ、まあまあまあ、そう、ね、終わるっていうか、うん、だから、こっからはもう、なんもない。それから上に上がることなくってことね。だから、そう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 。だから、絶頂の人がすぐ辞めるのと一緒。ああ、わかるわかる。そうね。そう。あれよね、それ、絶頂を体験しちゃってるからさ。そうそうそう。それから下がるのが、もう耐えられないのよね。そうそうそう。長く続けたりとか。そう。だから、主役級の俳優さんとかが、脇ができないとかさ。ああ、そうね。うん。そうね。そうよ。大変よ。うん。大変よ。若い時から売れると。長く続けるのって大変よ。大変大変。本当に。うん。よーん。頑張ろう。何を？どう？だから長く続けようと。何じゃじゃ、いろ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 。ああ。頑張んなくていいと思うよ、別に。あ、そうね。普通にやってればいいのよ。そうそう。そうね。そうそう。っていうのは、結構思うかな。うんうんうん。なんでそんな悟ってんの？なんか、その若さで。何がよ？何があったの？何がよ？何の話よ？何が？なんでそんな悟りを開いてんのかなと思って。いやいや、別にそういうわけじゃない。まあ、その夢を持つのも大事だし。うん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 。でもさ、その、あれもあるじゃん。何？なんか夢とかを発表するとさ、周りが期待しだすでしょ。ああ。なんか、で、それでさ、叶わなかった時、どうすんですか、どうすんですか、どうすんですかっていう、やからもいるわけじゃん。うんうんうん、いるいる。ってなると、もうマジ言わない方がいいと思う。確かにね。勝手に期待されてもさ、しんどくなるしさ。うん。それはある。うん。成功しなかった時に、見下す人もいるし。うん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 。って思う。うん。じゃどうしたなんだよ。なんでそんな誘ってんのいやいやいや、うん、すごい。なんか今日の動画はなんか深い話になったね。うん。ね。もちまるちゃんももう納得してうなってるよ。そうだね。うんうん。そう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 。だから、あれよ。まだまだ、まだまだ言えるけど。うん、あ、いいよ、語って。あら、だからあれ言葉が溢れてくるんでしょ。そうそう、言葉が溢れるからさ、どんどん。だから、インスタとかもさ、写真をさ、綺麗な写真ばっかり上げてる人とかいるけど、辛いでしょって。そう、現実そんなにいいことってないじゃないよ。そうよ。で、なんか、これも前話したけどさ、それ、家がさ、ちょっと汚いとことか映したらさ、うわ、汚なとか言われるわけでしょ。そうね。なんか、俺とかさ、別にさ、部屋が汚そう、で、ありそうだし、綺麗そうなあれでもあるじゃん。そういう方が得じゃね？まあ、そうね。うん。で、別に俺が汚いって言ったらまんまじゃんって言われるかもしれないしさ。まあ、綺麗だったらへえぐらいじゃん。だから、そんぐらいでいいね。マジで。確かにね。うん。まあ、勝手に想像するからね。そう。周りの人たちは、ね。そう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 。こういう生活してんだろうな、とかね。ネットがなかったら、いい時代よ、それって。もう、ね。ネットがない時代だったら何言ってもいいと思うけど、ネットがあるとすぐ本人に届くようになってるからさ。そうね。そうよ。昔のアイドルとかは、なんかイメージとかでさ、どんどん作り上げてきたものとかあるけどさ、だからやっていけたけどさ、今みたいにネットがあればさ、すぐ目につくしさ、多分、辞める人も多かったと思うよ。そうね。うん。やり続けられない人も、たくさんいただろうね、もし、その当時。うん。ネットが、そうそうそう。こんだけ、うん。流行ってたらね。うん。すごいね。語れんね。何かよ。今年、その語りキャラでいく？でもいいわ。うるさいわ、そんな。そろそろ、アメプラ呼んでこれるかな。